セクシー家電って何ですか？今回の動画は、秘密造形シリーズ。とある造形工房のスタッフが何やら作ったものの話をしていますよ。手足の生えた冷蔵庫は一体何なんでしょう。こっそり聞いてみましょう。これは何でしょうか。これは私のオリジナルキャラのセクシー家電っていうのを動くフィギュアにしたものです。はい。セクシー家電っていう作品名でいいですか。そうです。セクシー家電。はい。どうやって作ったものですか、これは。これは、まあ、最初に元になるあの動くおもちゃがあって、はい、それを分解して、これですね。そうです。はい。中のその機械の動きとか大きさを調べてから、うんうん、まあ、3D モデリングでそのフィギュアの形を作っていって、うんうん、で 3D プリンターで出力して仕上げていったって、うん、このセクシー家電は造形工房のスタッフが以前作ったオリジナルスマートスピーカーカバーに続いて今度は動くものを作ってみようと企画した作品です。あとこのセクシー家電っていう、うん、セクシー家電にセクシー家電って何ですか。何ですか。セクシー家電は、うん、まあいろいろこう設定はあるんですけど、うん、大まかに言うと、うん、まあ家電にセクシーな手足が生えたものっていうかね、うん、はい。なんで手足が生えたんですか。設定上では、うん、このまあこう製造期間みたいなのがもう終了した家電、はい、かつこう売れ残っちゃったものに、はいはいはい、に、はい、まあ何らかの何らかの何らかのことが起きて、うん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 、手足が生えるっていう。なるほど。で、やっぱこうセクシーになることで、うん、再びこう人の注目を浴びたいみたいな家電の意思があるんですか。なんか本来の、うん、こう役目を全うできなかったから、うん、別の、はいはい、別の世界っていうか。ちょっとなんか妖怪的なイメージで、あのカラカサが捨てられて妖怪、一本足の妖怪になるみたいな。そんなイメージですか。まあそんな感じで。わ、はい、かりました。撮影会して、うん、照明がすごい印象的なあの、うん、動画になりましたが、はい、これは何をイメージして、この設定は、この設定は誰が考えたんですか。これを私が考えた。もともとこのセクシー家電に、うん、踊るっていう要素なかったんですけど、うん、その元のおもちゃがその踊るっていうのやったんで、うんうんうん、まあ踊るプラスセクシーで、うん、ディスコやなってなったんですよ。あ、なるほど。で、まあちょっとディスコっぽいこう照明、はい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 、光をつけて、はい、でその下の台座、立ってる台座を、はいはい、まあ、お立ち台に見立てて、はい、この形になった。ああ、なるほど。3人がかりで撮影してる撮影会がなかなか盛り上がってましたが、うん、はい、と、2人は不思議な世界の話に夢中になっているようですが、実際のおもちゃを改造して作ったフィギュアは、動きの邪魔にならない構造や、電池交換ができるように取り外せる機構にするなど工夫が必要でした。まさに造形屋は、そんな創意工夫のものづくりをするのが日常的な仕事なのです。制作期間はこれどれぐらいかかりましたっけ？これ途中ね。そう、結構その手が空いた時にやってたって感じなんで。1年ぐらいかけて、まあ温めながら作った。うん、どっかでまた日の目を見ることがあるといいんですけどね。そうですね、うん、まあ、全く、うん、あの先は未定ですけど、そうだ、ね、
YouTube 拡散していただいて、はい、お願いします、はいはい、ありがとうございます。このチャンネルでは毎月1回造形制作に関する動画を更新しています。チャンネル登録して最新の動画をお楽しみください。いいねやコメントしていただけると嬉しいです。